イルマ・グレーゼは、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所並びに、ベルゲン・ベルゼン強制収容所の女性監守。もともと、ナチスの一組織ドイツ女子同盟に深く共鳴し、15歳で、学校を辞めた後、新英隊幹部のサナトリウムで看護師などをしていたが、18歳の時に、ラーフェンスブリュック強制収容所で監守として、訓練を受け、19歳の時に、 アウシュビッツ強制収容所に配属された。その後、連絡主任にまで出世する。アウシュビッツ強制収容所の囚人女医、ジゼラ・ペルルによると、風貌は、美しい天使のごとき、無垢な顔の少女であったが、女性監視の中では最も残酷であり、ユダヤ人女性の乳房に無知を振るって、大怪我をさせることで心的快感を得るサディスティックな側面を持っていたという。 元収容者であるオルガレンゲルも回想録、古本の煙突において、同様にイルマの性的サディズムについて記述している。また、ヨーゼフ・メンゲレラとの集文の噂も絶えず、打体手術を頼んだこともあったとされる。さらに、ガス室生が決定された囚人に犬をけしかけて、噛みつかせたりする行為等、収容所を説明する。 数々の文献に悪名高きものとして取り上げられることも多く、ベルゲン・ベルゼン強制収容所の元収容者、バリー・スパンヤードは解放後に、イルマの悪事の数々を実書に綴った上で、石の心を持つ女と公園等において、激烈に批判している。ドイツ降伏直前の1945年4月17日、ベルゼンに入ったイギリス軍によって逮捕された。その後、 ナチスの数々の人道に対する罪を裁く、ベルゼン裁判で、戦争犯罪裁判規定第4条に基づき、コーンウォール後継不評第5連帯より、ベルゼン所長、ヨーゼフ・クラーマーを含む他の43名とともに、戦争犯罪の罪状で、起訴されている。同年11月17日に、死刑判決を受け、翌月の12月3日に、イギリスの死刑執行人、 アルバートピアポイントの手で刑が執行された。22歳ボーつ。なお、最後の言葉は、早く済ませてであった。ありがとうございます。